みんなガシャポンブンブンかブンブンガシャポントラックはもうゲットしたか。なんと今ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定で対象の爆上げ戦隊ブンブンジャーのガシャポンを1回回してキャンペーンアンケートに回答するとガシャポンブンブンかブンブンガシャポントラックがもらえるキャンペーンをやっています。開催期間は9月30日まで、ぜひゲットしてください。というわけで今日はそのキャンペーンの対象商品の一つでもあるこちらの爆上げ戦隊ブンブンジャーガシャポンブンブンカー03を紹介していきます。それでは早速やっていこう。バンマニ、まずラインナップはブンブン消防車、ブンブンタクシー、ブンブン電気カー、ブンブンレジェンドバス Q レンジャーバージョン、ブンブンレジェンドバス竜ソージャーバージョンとなっています。まずはこちら、ブンブンジャーのみんなで作ったブンブン消防車がラインナップされました。この赤くてどっしりしたボディが本当にかっこいいです。そして上の方を見てみると、ここのねはしごのねディティールもねちゃんと細かく再現されてます。それではデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。次はブンブンタクシー。まさかのねタクシーもブンブンカーで登場しました。タクシーってあの黒いタクシーとかもまあいっぱい外でね走ってると思うんだけど、なんかこの緑をねちょっと連想しちゃうところあるよね。この緑のボディがねめちゃめちゃ鮮やかで、このシュッとしたフォルムもねめちゃめちゃかっこいいです。もう緑の中にねこの黄色いねラインなんかも入ってて、これもアクセントになってますね。もちろん走らせることもできちゃいます。それではこちらもデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。次はブンブン電気カー。エコな車、電気自動車型のブンブンカーも登場しました。白ベースのボディにねこう爽やかなねブルーのラインが入ってます。でここ見てください、ここねコンセントのようなマークがあるから一目で電気カーってわかるようなデザインになってますね。ではこちらもデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。次はブンブンレジェンドバス Q レンジャーバージョンです。ブンブンレジェンドバスから Q レンジャーバージョンが登場しました。 Q レンジャーバージョンは紫色なんですね。そして横にはシールで Q レンジャーの9人がいますよ。そしてよく見るとここにはね宇宙戦隊 Q レンジャーってロゴが書いてあります。そしてね車体もねちゃんとよく見るとなんかラメっぽくなっててすごい輝いてるんですよ。レジェンドバスっていう感じがしてね高級感あって嬉しいですね。それではこちらもデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。次はブンブンレジェンドバス竜ソージャーバージョンです。はい、竜ソージャーバージョンのねブンブンレジェンドバスも登場しました。黄緑色の鮮やかなカラーリングになってます。ここには5人の竜ソージャーがシールで載ってますよ。もちろんロゴもついてます。そしてちょっと気づいたんですけど、よく見るとねこれシールの背景がねこれレジェンドバスによって違うんですね。これもなんか楽しみの一つでもありますね。ではこちらもデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。はい、ということで紹介していきましたけど、いや今回もねいいラインナップでしたね。ブンブン消防車にブンブンタクシー、ブンブン電気カーもねどれもかっこいいし、あとはやっぱなんといってもねこの2つ、ブンブンレジェンドバスね、キューレンジャーとね竜ソージャーにねこう関連づいた音がねこうブンブンチェンジャーと連動させた時になるっていうのがねやっぱ熱いですね、ブンブンレジェンドバスは。そして皆さん覚えてますよね、こちら。はい、ブンブンガシャポントラック実物を用意しました。ガシャポントラックってどんなのかなって思ってたんですけど、ガシャポンの筐体がトラックになった感じのデザインになってますね。ここ見てください、カプセルがねたくさんね色とりどりに敷き詰まってて、ここにはねこうガシャポンを回す時のレバーもついてます。爽やかでねいいブンブンカーですよね。じゃあこちらもデラックスブンブンチェンジャーと連動させていきます。ガシャッと回してポンと出るってなってたね。ガシャポンっていうことだよね。うわ、ちょっと楽しい音声になってますね。こちらのガシャポンブンブンカーブンブンガシャポントラックがもらえるキャンペーンは9月30日まで開催しております。お好きなブンブンジャーのガシャポンを引いてぜひゲットしてみてください。
爆上げ戦隊ブンブンジャーガシャポンブンブンカー03は現在発売中。爆上げ戦隊ブンブンジャーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時30分より放送中。ガシャポンブンブンカーが気になったら概要欄をチェック、高評価もお願いします。そしてこの動画を見て気分が爆上げになっているそこの君、チャンネル登録してブンブンジャーの動画をぜひチェックしてみてください。やり方がわからないときはパパとママに聞いてみよう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。